ミラの中の人の乙女力を向上させるコーナーになっております。私のことね。そうですね、乙女力10段の、私夜長の影響でですね、なぜか乙女力10段になっております。高い、はい。それでね、みゆきのね乙女力もかなり上がったはずですので、みゆきの乙女力がどれぐらい上がったかを判定していきたいと思います。シチュエーションを出しますので、みゆきにですねリアクションしていただきたいと思います、それがねいい回答だったら、まあ何段かっていうのね判断する、ね、今日上がっちゃうわけでしょ。そうですそうです、前回はちなみにね5段なんです、乙女力5段と死者誤入したら10だよ。7クリアがありましたね。だいぶ無理やり上げようとする無理やり上げようとする、まだ5段だから、判断するの。そして僕ね、そうそうそう、はい、だから、まあ、まあ5段もあれば十分だって書いてあるけどね、で今回はですね、はい、早見ちゃんも来ていただいてるので、はい、早見ちゃんにもこの質問を答えていただきたいと思います。はい、これ2人が交代で答えていくわけ？いいえ、両方ともに答えを聞いていきます。一緒に？はい。でこれ何？2人の総合点みたいなの？違います、総合点じゃないです。あ、それぞれ点な。判断は沢城みゆきです。そうですよ、はい、みちゃんは、あ、お付き合いしてくれるわけね。そうです、ごめんねこんなコーナーでいやいや、上げていきましょう。わかった、上げていきましょう。よし、そうそう、みゆきのね乙女力をねいいとこ見せたい。じゃあ早速紹介していきますよ。ラジオネームミラミラミラさんからいただきました、ありがとうございます、はい、ミラの乙女力を上げようということで、甘いもの好きの夜長さんのほっぺに生クリームがついています。なんて声をかける乙女なリアクションを楽しみにしていますもうアラサーなのにって言って拭いてあげます。はい、もう乙女力ゼロですねあ、こういう感じで進んでいくんですね、はあはあはあ、早見ちゃんはどんな感じで、あ、なんかついてますよって言ってハンカチを差し出す。あ、なるほどね。早見ちゃん洗剤の CM とか出れるね。あ、本当ですか、うん、洗いたての白さ。そう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 、あ、ふわっと、しかもいい匂いがする洗剤の。そうだね、あ、本当ですか、うん、いけるよ、ありがとうございます、なんだろうこれ、これは判断しづらいですよ、これ一番だから何これ。ほら、次来なさいよ。じゃあ次行くよ、次ラジオネーム、ジブラルタルさんからいただきました、ありがとうございます、仕事の先輩と後輩から同時に呼び出されました、何かと思って行ってみると2人から同時に告白されます意中の人が同じと分かって白黒つけようということになったようです。乙女度を発揮してこの場を収めてください。これすごいシチュエーションですね。そうだね、こんなことアニメでもやったことないな。アニメでもないですね。ちょっと聞いてきますって言って1回帰る。あの、私その場でよく考えられないことあるから、よく私に聞いてきますって一旦持ち帰るんですよ。ちょっと聞いてきますなるほどなるほど。はやみちゃん、仕事と先輩と後輩ですよね。仕事の先輩と後輩からね。そうですね、じゃあ一回事務所通してくださいおい、こいつら乙女力ねえぞこいつら乙女力ねえぞ。乙女力ある返して、これ何なんですかね。事務所通してください。待ってね、乙女力がある回答、そんな、もういいよ、私のことで争わないで、もういいよ、次行くよ。もう今更ね、今から答えを変えようとしてるのダメです。はい、次行くよ、ほら。好きなのか問題だよ、ほら。そうですよね。もうまとめられない、この人たち。次行くよ、もう。はい、ラジオネーム、ひらぎさんからいただきました。はい、今日はバレンタインです。憧れのあの人に勇気を出してチョコを渡すことに。さあ、どんな風に渡す？バレンタインは乙女にとって一大イベントですよね。沢城さんの乙女力が上がることに乗っています。近いですもんね。あ、そうだね。どうやって渡すか。渡したことないな。じゃあ分かった、石田さんにチョコをあげるとしたら、途端にテンション上がる、なんだこれ。ちょっといいよ、はやみちゃん先買ったんだよ。なんだこれ、入念な考察を必要とする、ね、そうだね。何ですかね、バレンタイン。矢川さんはどうやってもらったら嬉しいんですか。俺でも普通にストレートにもらえたらすごく嬉しいですよ。あの、嬉しいですよね。そうとか、ポイントが高いのは、あの、こう、怪我したりとかね。はい。やけどとかね、やけどとかね、はい、してたりするのをこう見て、一生懸命作ったんだなっていうのが分かると、そういうところがいいですね。弱いものが好きなのよ。あ、僕が守ってあげる感じなんですね。要はね。なんでちょっと嫌そうかもしれない。何このさ、白向き。今日のさ、白向き。でも分かります。その沢城さんの説明すごい。夜長さんの時点に今、一言加わります。はい。そこマーカー引いてる。あ、わかりました。テストに出ましたね。はい、わかりました、え、どうだ、まとまった？まとまらないけど、うん、とりあえず、わーって、アキラのとこ行くじゃん。わ、ーって言って、まあ、石田さんバレンタインだから、まあ、チョコなわけですよね、つって。まあ、好きだからあげちゃうわけですよね、って言うの。そうすると、多分アキラは、あー、どうもって言いながら、なんか、ぼんやりきっともらってくれるんだよね。で、うん、あの、
そろそろ結婚とかどうですかって言うと思う。あ、うっすら自分に結婚の話を向けるってことです。そう、うん、うっすらっていうか、あ、直で直で。なるほど、ね、どうですかって。なるほどね。でチョコ渡すと。そう、なるほどね、なるほどね。イコール半分告白みたいなもんだね。うん、いやとか、いやもう好きなわけですけれどもって、うん、あの告白は終わってるからね。あなるほど、うん、なるほどね、うん、はあ、チョコを使ったプロポーズっていいですね。でもね、三四郎みゆきの場合はこれダイレクトアタックすぎますからね。これで来られたらね、あれ、あれ、あれ、まだ告白もされてないし、あのお付き合いも全然してないけども、え、そういうもん、え、ドストレートで結婚ですかって聞きますよね。そういうもん、うん、大事だよ、結婚って大事だからね。うん、そうか、大事だよ、一大行事だからね、これ。はい、あゆみちゃんはすごいキュンとくるエピソード的には、うん、こう、学生で、うん、机の中を朝来て、うん、男の子がこう、うん、見るんですよ、うん、そうすると教科書じゃないものがなんか入ってて、うん、これはなんだってなるわけです。ガサ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 ってこう開けると、ね、うん、チョコレートがわんさかと入っていて、うん、そのカードの中に、うん、今日校舎裏に来いみたいなことが書いてあって、うん、行くと、うん、こうめでたし。待って待って待って、チョコあげてんの女の子だよね。あ、女の子です、女の子。で、校舎裏に来いって感じだ。命令系なんだね。何なんですか、あゆみちゃん的には。来てきな。来てくださいよ。校舎裏で待っています。そうですね。来てください。校舎裏に来てくださいみたいなことが書いてあって、行くと、うん、もう、ある意味こう、ボコボコな感じに。なるほど、ね。なんだって、ボコボコな感じ。こう、ハートを。それも両思いの手でってこと？いや、片思いがいいですね。片思いで校舎裏にドキドキしながら呼び出して、そう、ちょっと意識してるくらいがいいですか？うん、で、どうすんの？告白するの？告白する。する結婚してくださいって言うの？結婚を前提に。結婚前提に。あれ？今日の女性陣と、ね、私のイメージ制服着てたんだ。制服着てましたね。しいそれ。ちょっと第2項あげて。2項、あ、2項、うん、そうです、ちょっと修正項を持ってきます今度。さあ、はい、これね、これはね、じゃあ一個一個追っていこうかな、うん、まずですね、ほっぺに生クリームがついています、なんて書ける、もうアラサーなのにって。アラサー、でもその後ろはハートよ。何、アラサーなのに、ハートがついてるの、アラサーなのについてるな、まだお茶目さんみたいな感じでついてるってこと、うん、ああ、そういう説明があるといい、まあ可愛いかなと思うけども、まあね、年取ったなと俺思いつつも許してやれるかなっていう、ね、うん、そうでしょ、いいでしょ、そうね、うん、いいかもしれない、うん、それ言い方によるけどね、でしょ、うん、もうアラサーなのに、あー、そうなんですよ、まあそうきたらね、どう、これはいいんじゃないか、お、ありあり、それではゆみちゃん、なんかついてますよ、このね、文言だけ見るとね、なんてことないんだけどね、うん、やっぱりはゆみちゃんが言うと、なんだろうね、魔法の言葉になるよね。そんな、ね、本当に、いやいやいや、何かこう、なんかついてますよ、ふわふわ、包まれた感じがするんだよね、うん、そんな、ちょっと洗剤の CM に応募してきます、洗剤の CM じゃないよ、みたいな声にはマイナスイオンが含まれている、いや、そんな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 、いやいや、この答えはね、二人ともいいと思います、よし、ああ、ですが、こっから先ですね、判断力に迷いますけども、うん、まずね、先輩後輩から告白されて、ちょっと聞いてきますって一回持ち帰る、はい、どっちかが好きな設定なの、それは、あ、そこにもよる、確かじゃん、心が決まってたら、そう、例えばどっちもそうじゃないのか、どっちかが好きなのか、どっちもそう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 、それがちょっと曖昧だったかな、書いてませんからね、それ沢城さんの設定の中でいいんじゃないですか、沢城さんが好きな、まあ、例えば石田さんと誰かだったりとか、うん、決まってたら行きます、そう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 、てかまず行かない、この場に、あ、場所自体に向かわないってこと、うん、なんか何が起こるか明白じゃない、え、でも分かんなくない、この未来に、でも、うん、もしかしたら仕事のなんか相談かなとも思いますよ、ね、なんか誕生日のさ企画しようとかさ、嘘つけ、例えばさ、例えばカジ君とウィングにさ、はい、ちょっと早め、あとでちょっと仕事終わったら、ちょっと落ちてくんでって言われんだよ、え、でも、いや逆になんかそれだからこそなんか、あ、仕事この子ダメだよ、もうこの子ダメだよ、ちょっとね、一瞬ちょっと何か黒いものが見えたような気もするけど、本当ですか、よかった、私早見ちゃん好きにならなくて傷つくところだった、本当ですか、あ、うん、本当ですか、鈍感、そういうのはやっぱ仕事じゃないんですかね、仕事じゃないのかな、その多分その 空気感なんだろうね、うん、結局は、あ、なんか文面にもよりますよね、そうだね、ちょっと話したいことがあるからとか、うん、なんかそういう意味深なワードがあったら、それにしてもそうですよ、でもさっきの早見ちゃんのこと一回事務所を通してくださいって、ジムですこれ、これ、ね、あの2人ともダメだった場合ですよ、2人ともダメだった場合、どっちが好きだったらどうするの、
でもなんか2人ともダメでも事務所を通してくださいって言われてちょっとショックですよね。言えないです。なんか言えないです、ね、傷口にこう塩をきれいに塗り込んで、そうそう、結局こっちは頑張って俺お前のことが好きなんだよって告白したのにもかかわらず一回事務所を通してくださいって言われたら事務ですよね、完全にね。そんな状況ってあるんですかね。ねえよ。ねえよ。ないですよね。いやちょっと不安になりますよね。呼び出しを食らったらやっぱりですよね。なんか足でかしたかなって。難しいかもね、女の子にとってはね。でも無理ですよね。もしどちらかが好きだとしても、うん、2人先輩も後輩もいたら、うん、言えないですよね。あれじゃあヒロイン的にもさ、ふわーってテンパったってね、さ、私、私って何回か私、私って言った後にさ、はい、ごめんなさいって言ってそのまま後にしたりするんじゃない？あ、ごめんなさいみたいな。そう。で、盛大なモノローグの始まりですよ。あベッドでクッションを抱えて。あの、防戦が多いんですよ、ね。そう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 。私がしたこと、防戦。そうそうそう。あれ、なんて言うんだろうね、パソコンの表記で、ね。なんて言うんですかね、あれ。あの、長い防戦、ね。防戦になるんだと思うよ。そして3つ目ですね、はい、憧れのあの人に勇気を出してチョコを渡すことにさ、どんな風に渡す？さあ、最初さんはストレートに結婚してくださいっていうね。じゃあそこだけ抜き出すとなんか情緒ないじゃん。好きだからもうあげちゃう、好きだからもうあげちゃうんだよね。情緒ないじゃん。だってもう好きですと言ってあるからさ、石田さんには。あ改めて、そう、改めもう言う必要はないの、好きですっていうことは。だから石田さんもちろんチョコあげるわけですよねっつって、そこ確認して、そうそうそう、ヘイヘイヘイって言っていくと思う。ヘイヘイするね。ヘイヘイする。可愛さのかけらもありゃしない。嘘。でもヘイヘイしてるさ、すごい可愛いですよ、ね。あれがチョコ出せ、ヘイヘイ。それは普段見せない姿だから。そうですよね。男としては引くよ。ヘイヘイしてるのダメ？だって普通にシチュエーションがあったりとかする中で、ね、渡されるんだったらいけない。ヘイヘイチョコだこれさ、ほらみたいなさ。そんな上級してるわけじゃないよ。そういうような。違うんだよ。違うんだよ。石田さんは難しいからね、その日のテンションが、うん、ヘイヘイ言いながら間合いを取ってるの。わかる？今日はどうかなっていうのを見定める時間が必要なんだから、ヘイヘイアキラって言ってる、その何秒間かの間に、うん、果たしてこのままのノリで言っていいのか、あ、ちょっと今日はそういう空気じゃなかったなと思って引き下がるかを、うんうん、観察してるの。TPO に合わせて。そう。で、大丈夫な場合は結婚しようと。そう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 。大丈夫な場合大丈夫な場合は。今日のアキラさんは大丈夫だと、うん、今日冗談言ってもいいんだなって言うときは、アキラさん結婚しましょうって。たぶん沢城さんだからヘイヘイ可愛いんですね、きっと。そう。いや、可愛くないですだけどね。そうだね。だから、ただし沢城さんに限る感じじゃないですか。過去笑い。笑わず、過去愛。何なんだろうね。うん、まあ、確かにでも、みゆきだからこそ許されるかもしれないね。無理じゃない？すごい真面目な顔してさ。いや、無理じゃない？耐えられなくない？その空気に。無理ですね。無理だよね。なるほどね。じゃあどう渡したら正解でしたか。え？なんで逆になるんですか。逆に。なんで逆に。チョコを渡したら正解でしたか。だってほら、勇気を出してチョコを渡すんだよ。ここ大切じゃない。今まで秘めてきた思いをやっとここで出せるっていうところが大切じゃないですか。だから例えばね、まあ、その学校もそうだけど、机の中に入れるっていうこと自体もね、ドキドキなわけじゃないですか。で、読んでくれるかもわかんないわけですよ。でも来てくれた。それはね、はやみちゃん正解です。校舎裏に恋、そうそう、恋はない。ちょっとね、かけらの問題が、ね、来てくださいね。恋だったら多分なんかカツアゲされるのかなって思うんですよね。ないですよ。そうそうそう。だからまあほら、校門のところで待ってたりだとかね。あー、校門で待ち伏せ。まあこれはあくまで僕の妄想ですけども、僕が女だったら場合ですけどね。結構少女漫画っぽいですよね。そうなのよ、そ、ね、の人本当になんかね、そうなのよ。少女漫画的な感じなんですか。少女漫画的な感じなの。女だろうがよ。なんか一生懸命チョコを握りしめて下向いてわーって赤くなってたら、それが勇気と言うんだろ君は。それが女子の勇気だと思っているんでしょ。でそれをあげるための話なんだこれ。乙女力って女子の勇気はね、そんなもんじゃないのよ。乙女力ってそういうところなの。あ、そう。そういうところを見て男の子はキュンキュンするの。頑張って自分に告白してくれたっていうところが大事なの。させられないってことでしょそれ。何何？その女子の勇気を。いや、させられるでしょ。男性からもだからなんかフォローを入れるとかが必要ってことですか。何が？え、バレンタインの日。バレンタインの日は男性はすごくドキドキお待ちしている日に。このパーティーダメだ。意思の疎通が全く取れない。ドキ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 してる日だからね。
まあ、この子がこんなに頑張ってるんだなっていうことやっぱり理解するのが必要ですよね。そうそう、男性の返し方にもね、よるかもしれないですけどね。彼女の勇気、前日の、当日の勇気を指して。そう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 。渡し方じゃないのよ。私からじゃない。あ、そうですね。だから、みゆきが、だから例えばね、医者さんにこう渡すときに、こう、ちょっとね、軽く火傷とか、怪我して頑張って作ったんだなっていうのが見えたら、さ、可愛いですよ。料理ができない沢城みゆきでもね、一生懸命作ったんだって、その日のために一生懸命作ったんだと思ったら、こいつ乙女力が上がったんじゃないかと思いますよ。火傷しなきゃダメ。火傷しなきゃダメって一生懸命作るところに意味がある。すごいアダルトな声で言ってる。ね、作るところに意味があるんじゃないの？あ、そう。デキチョコ買ってくるつもりだな、こいつ。そんなことこいつデキチョコ買ってくるつもりだな、これ。え、自分一生懸命作るってことじゃない。だから多分そのチョコを作るってことがね、やっぱ大切っていうかね。頑張って作りましたっていうところが大事。やってやんよ、今年。なるほどね。お、言ったね。うん、やってやんよ。なるほどね。さあ、ということでね。どうなのとてもね、判断しにくいんですけども、はい、ミラの中の人の乙女力は総合で、3段です。あれ下がって、まして、あー下がってしまった。次の機会まで鍛錬してきてください。ましてよ。はい、いいコーナーでした。いいコーナーで終わりませんよ、続きますからね。皆様からのメール引き続きお待ちしておりますので送ってきてください。うんうん。